Hey everybody, welcome back. Broken Over here. And we're not losing any moment. We're going right into it. Sunrise Palace 1. Briefing. Amaterasu を砂で宮殿に再構築したのか。アテムスの幹部連中の仕業ね。きっと、あのジエドってやつもいると思う。スメラギのサポートはほとんど受けられないか。自流局で直接乗り込むしかないね。私も頑張ってサポートするわ。行こう、みんな。Alright, let's go. We're reaching the ending little by little, so I'm, you know, I'm like, see, about to hit the fan, so...We're going into overdrive. Kaha! Yes. 内定解放。ここは任せた。はっ、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 の能力者は壊滅したはず。うろたえるな。ジエド様をお守りするのだ。よっ。こいつ。Let's go.
I'm glad they changed on how you get like the Shang Tsao and Morpho. I would never be able to do it here. They always do stuff like that. I hate them. They put it like behind there. If I didn't move on, I've lost that one. いらっしゃい、子猫ちゃん。そしてアームドブルー。君たちならきっとここまでたどり着くと思っていたよ。うわ、出た。悪いけど、あんたなんかにかまけてあげる時間はないよ。焦ってはいけないよ、子猫ちゃん。何事も余裕を持たないと、なすべきことをし損じるからね。ジェブイ、やっぱり私この人苦手。後の戦いで邪魔されるわけにもいかない。キリン、ここで彼女ともケリをつけよう。それは確かにそうかも。そういうことさ。無理にでも一曲付き合ってもらうよ、子猫ちゃん。決着をつけようじゃないか。まずは賞賛を送らせてもらう。君たちは素晴らしい。ここまでアテネスに抗うとはね。だがその抵抗もここまでだ。なぜならこのフラノがいる。確かに君のセブンスは強力だ。でもキリンと僕が力を合わせれば敵じゃない。素敵な返答だ、アームドブルー。君の答えも聞かせてくれたまえ、子猫ちゃん。え、私だけで GV と一緒ならどんな奴にも負けないよ。ああああだ、子猫ちゃん。君たちのデュエット、私のオペラでさらに盛り上げてあげよう。もちろんフィナーレを飾るのは我が剣撃だけどね。この先のステージに君の配役はない。おとなしく舞台裏に従ってもらう。厳しい。しかし挑戦こそ騎士の誉れ。これぞ絶技、ワルツオブツインエレメント。それ主張も華麗に覆させてもらうよ。あんたのその自尊心の高さは。これで失敗。それはナイスの皆にもよく褒められる。だが、あのシーンをさらには求めてば、私たちは慣れ合うためにここにいるわけではないからね。言いたいことは山ほどあるけど、まあいいや。あんたの静音と情動の送信、行くよ、GV。裏九十二式、雷帝夜叉砕き。
方でなくてはね。今宵はここまでか。Well, we defeat here again, but we didn't get the binding. This song, oh my god. Okay, we have nothing new here. We're saving. Restore safety applies a credit boost effect. Fires mysterious energy from the mysterious protrash. Drops a special statue at a random spot. All right, let's keep moving. Palace 2. Knights の先兵は倒せたのか。次は誰が来る？あの騎士かぶれ以外ならどんと来いだよ。全員引っ叩いてやるんだから。心強いよ、キリン。この気配、懐かしいけど嫌な感じがする。GV、気をつけてね。確かに、なんだか嫌な予感がするぜ。All right, let's go. I wonder if we have to fight like four of them again, you know? Like, and we have to go through one stage each. Sworn enemy approaches. Sworn enemy. こいつの治安部隊に増援は頼んだけど、敵の反応がおかしい。数が多すぎるよ。レーダー故障。陽動か。こっちも回り込まれてる。おそらく手なげの暗殺者だ。そこ。こいつ。え。行った。Need a little bit more. Come on. There we go. ここは俺に任せろ。この手の立ち回りには慣れている。リリー、お前は先に飛んでキリンたちのサポートに回れ。オンに切るぜ。リリー。
There we go, we got the second one. Okay. え？お前たちは？ははー！リターンフロムヘルだぜ！ガンボルト！ Truly？ 我々は導きの光によって舞い戻ったのだ。そう、貴様をほふるために。何こいつら？アテムスの構成員？BT。彼らは昔、僕が倒したスメラギの能力者だ。まともな連中とは言い難かったかな。確か俺たちからすりゃ土地狂ってたのはてめえだけどな、ガンボルト。貴様がスメラギの門を背負うとはまさにどしがたい。こたびこそ我が刃で貴様の罪を裁いてやろう。多分アテムスの能力者が僕の記憶から引き出した幻影だ。エセ奉仕の。じゃあ遠慮なくぶっ飛ばして良さそうだね。どうやらバチクソに舐められてるみたいだぜ、ヨタ。元国賊に教えてやらねばなるまい。真なる統治をもたらすのは我々の正義であると。滑稽極まるな。一人の人間のために祖国を裏切った男、今やその逆の立場。時代が移れば人も立場も変わる。必要だからそうしただけだ。だがてめえは結局何も守れてねえ。自分の居場所も身内も愛しのシアンちゃんさえも。光なき者や。お前からシアンちゃんを守れていればこんな未来にはなってなかっただろうにな。そんなことは平気だよ GV。今のあんたがちゃんと頑張っても、私の記憶に振り回されてたらなすべきこともなせなくなっちゃうよ。君、新しい女ってか。スカシ野郎はどこまで行ってもスカシ野郎だな。所詮は元国賊。信念なき者が行き着く先はそれよ。手前勝手なクワガイニワカ野郎は終わらせる。銀冠で戦闘ブレード。俺の攻撃で蹴り貫いてやるぜ。貴様に祖国を守る資格はない。我が速さでメイドへと送り届けてやろう。逃がしません。幻のくせに盛り上がっちゃった。自分の言動を見るに後悔カリスラ破断せよ。行くよ GV。 裏九州二式雷帝夜尺滝。はぁ、alright, it was nice fighting them again. Had like a combo move as well. Let's see who else is around. These two now, huh? Okay. Pantera to Tenjin. 今度はエデンか。会いたかったよ、ガンボルト。一強仰天。また君と相まみえるとは思いもよらなかった。エデンってとっくの昔に壊滅した組織じゃないの？また GV の記憶ってやつ？そうだね。また利用されてるみたいだ。手間をかけてすまない、キリン。知ってはいたけど、あんたろくな連中と戦ってないね。少しホッとするよ。ガンダム
お前たちスミラギとてろくなものではない。思想の統一すらままならない無謀の衆だろう。今からでも遅くはない。無能力者を排除して能力者だけの愛の花園を作ろうじゃないか。あえて嬉しいガンボ、運命の巡り合わせに感謝したい気分。我らの理想を踏みにじってまで得たものに満足はできた。後悔なんてない。愛のリスロ、それが後悔のない男の顔。今の君の背後にあの時よりもはるかに多くの残滓が見える。どれだけ愛を感じるよ。どれほどの絶望を歩んで。よく喋る幻だね。確かに昔のガンボルトはろくでもないやつだったのかもしれない。けど今ここでみんなのために体を張ってるのもえ、バンボルトなんだから。ヒーリング幻影の後ろより刺される筋合いなんてこれっぽっちもないよ。おやおや、なんて愛らしいお嬢。見えた。私のハートがビンビンするよ。ワンダーアイスプリズム、私と愛し合おうじゃないか。熱帯だ。なんとかして GV。 今さら許しを請うつもりも終わりだ。僕は僕にできることを積み重ねるだけだ。彼女君は僕にその道を示してくれた。キリンや仲間たちとの出会いに支えられている今、お前たちのたわごとに惑わされていた僕はもういない。ハートマッシュアールドブルー、行くよ GV。 ブラ九州二式雷帝夜叉砕き。はぁ、I finally got memories of she. すまない、戦闘は厳しいが何体か引きつけてリアクセス。おいおい、あんま無理すんな。レクタス安心しろ、俺は絶対戦にも慣れている。みんな今は彼の活躍に応えよう。そうだね。I completely missed that though. Okay. Who's next? I haven't used Gunvolt at all, but I feel like Gunvolt like trivializes a lot of stuff, so you know, challenging myself a little bit even though. よくあの幻影たちを退けましたね。かなりの再現度だと自負していたのですが、君にとっては残念だろうけど、アームドブルーは一度倒した相手に不覚を取るほどやわじゃない。あの色ぼけ女の裏を書くつもりでしたが、計画を変更しないといけませんね。ん？計画？何のことか知らないけど、あんたも引っ叩かれる覚悟はできてるでしょうね。あんた方にジエド様は渡しませんよ。ここがあんた方の終着点です。あんた方を先に行かせるわけにはいきません。
ジアナ、この私が仕留めるのですから。どういうこと？言葉の通り、ジエド様は今も私の獲物ということです。今、君はジエドの進化ではないのか？私は勝手ジエド様を暗殺しようとして失敗しているのですが、あの時ジエド様は自害しようとする私を取り寄せ、アテムスに加わるよう命じられました。無論断るつもりでしたが、あろうことか、ジエド様はいつでも自分を殺しに来て構わないと仰せになったのです。怖い怖い。あの時の私の行為を言葉に言い表せませんよ。彼は自らの命を賭してまで私の技量を欲してくださったのです。上に私はジエド様に報いるためにジエド様を殺して差し上げなければならないのです。以前君が光線を避けなかった僕の記憶から強力な幻影を手駒に加えるためか。その通り、彼を取るのはこのサーペンタウン。使えるものは誰の記憶だろうが利用させてもらいますよ。ずいぶん無駄な侵入隊。でも譲れないのはこっちも一緒だよ。あんたらのいびつな主従関係、私のギブスで縛り立たせ、あんたに真の封印を。怖い怖い。やったやった、いけるもんか。切り裂け、やった。バカな、ほいっと。技術を用いましょう。ミスティックマンダーラ。はい、やてー、覚悟してください。ナムさん、クラゲ、やった、やった、やった。それはどうでしょう。やった、やった、仕留める。そこですか。やった、やった、行くよ。自分黒九十二式雷帝アシャクラキ。はあ、こんなはずでは。 Bring out Morpho with the last slash. Alright, there goes another one. And we got to fight some old foes too. Only one image ship. Well, to be expected, I didn't get the pulse. Chips and stuff. Getting a lot of A's too. Do we have any new chat? Nope.We're saving and we're going straight into the third cut through space with Jason. Okay, I see. Ah, can put one more. Let's see, which one should I put? Increase feather regeneration by 20%. I guess I'll get that. Feather regeneration is not bad.ナイツの連中はあと2人、格好撃破してジエドを追い詰めよう。うん、結局ジエドってやつは何を狙ってんだ。わからないけど、私たちに喧嘩を売ったこと後悔させてあげるんだから。大規模な工作活動か宣戦布告か、いずれにせよかつてない危険な状況だ。気を引き締めていくよ。えいえい、Do I save before we move out? Okay, let's go. Sunrise Palace 3.
Ryako Rising.当然あんたも出てくるよね。悪いけどそこを通してくれる？そうはいかねえべ。ワダスタッツはアデムズナイツジエード様の最後の砦。ディスティナちゃんにもこれ以上負担はかけさせねえべ。立ちはだかるなら容赦はしないよ。あれから封建の制御にもなれたべ。前のようにはいかねえべよ。All right, let's go. Holy crap.
Ah, here we go. She finally appeared. Can I actually hit you? I don't know. Oh, but I tried anyway. Nope. Oh, there she goes. And we're moving on. の幻影ちっとも役に立ってないんじゃないの？こんなところにまでスメラギの侵入を許すなんて、他のナイツといい、なんて手たらく。お会いにく様、私と GV にかかればこんなもんだよ。こしゃくな。この作戦が失敗するなんて万に一つもありえないけど、お前たちの存在は懸念事項になりそう。今度こそ蜂の巣にしてあげる。スイスジュース。命に変えても。あんたたちには悪いけど、このままジエド様の企みは阻止させてもらうよ。こんな卑しい小娘が、お前たちがジエド様の名を気安く呼ぶんじゃない。民草のためならば一刻をも敵に回す豪華。力あるものなら近くであろうと懐に取り入れる。世界を統治する王は彼しかいないぞ。何が王だ。一人の人間が絶対的に支配する世界なんてとんだディストピアじゃないか。島国育ちはこれだから。メイ君による独裁は民を幸せにする。それは世界の歴史が証明している。確かにそういう国のあり方もあるかもしれない。だがメイ君が暴君に変わらないと誰が保証する。
Wow, it's going way faster now. Again with this. Okay, it's over for you. Okay. By the way, I know I can use gun vault and stuff, but just like I don't use him by choice. I just want to, you know, play through with Kirin or something, you know? Kinda limit myself a little bit, but it's fine. And honestly, right, I mean, I really love playing with Gunvolt. I love, you know, Gunvolt and his gameplay style and everything about it, and I'm glad they gave him a DAS, you know, in this game. But I always was, like, super about, like, you know, close range combating 2Ds. Again, with him. Sunrise Throne, where you go? We're almost getting there. Chat, I don't think we have enough. Save. Image policy, skills. We'll keep it at this. Special skills. Alright. Actually, can I upgrade something from the skill palaces or something? Can upgrade here, but I don't think there is any need, honestly. What about the skills over here? Yeah, let's do that. More XP, huh? Okay. Let's go. Nokosu wa Honmaru no mi. Bokura de Jiedo wo tomeyou, Kirin. Iku yo, GV. Nanka chotto yakeru. Zed Omega. Faith in the True King. Or belief in Common Man. Azure Lightning and Golden Flame class again. As child watches on, relentlessly waiting to be reborn. To be born, not reborn. Okay. And see what we got.
Well, let's go. Let's see what happens now. ようこそ、俺たちの城、太陽宮へ。ん？やけに余裕だね。こんなことしでかして。あんた、何を企んでるの？本当にいいタイミングだよ。ちょうど彼を未来技術研究所から連れてきたところなんだ。シン。未来技術研究所？僕が封印されていた？ああ、仲間たちが宝剣を抜いたおかげで道が開けたんだ。どうも君らはガンボルトが暴竜の王だと思ったみたいだけど、あの場所に封じられていたのはガンボルトだけじゃない。結界によって隠されていた部屋、その封印を解くために俺たちは宝剣を抜いて回っていたんだ。君らはもう少しスメラギを疑うべきだったな。本当の王が他にいたっていうの？その通り。この先の最上層に彼はいる。せっかくだ、一緒に挨拶に行こう。レイラ、君はここで待っていてくれ。すぐに戻るよ。うん。So we're actually gonna meet. Okay. So who is it? これは？ What? A dragon baby. この子はメビウス。メビウス。真なる暴竜の王。真なる王。後天的に目覚めたあんたと違って、この子は生まれながらの暴竜。いや、暴竜をも超えてエースに至った。俺たち能力者にとって希望の子。エースだって？なんだこの波動は。流放者、いやそれ以上の。なるほど、元暴竜だけあってあんたに反応するんだな。Holy sh! I destroyed. Ima no. GV, 大丈夫？暴竜同士の共鳴、何かが見えたみたいだね。メビウスの能力は数多の運命を見通し選び取る未来選択能力、アストラルオーダー。今は大量の宝剣で封じられているが、この子が望めばあらゆる未来の可能性を手繰り寄せることができる。その影響範囲は文字通り世界規模。もしもこの子がランダムに運命を選んだら、この世界の未来はどうなる？そう、暴竜であるこの子がそのまま覚醒したら、たちまち世界は流放者にまみれ、この国と同じように多くの能力者たちを暴竜化させてしまう。ま、どちらが原因にせよだ、世界は滅びの運命をたどるだろうな。そんな子供、スメラギなんかに任せられるわけがない。だから覚醒する前に俺たちで回収し制御する。それがアテムスの目的。さっきのレイラのサイバー寺院なら、覚醒前のメビウスに干渉してアストラルオーダーの勝ち取りができる。メビウスを制御したところで能力者たちが暴竜化する未来は避けられないが、少しでも理想的な未来を得るために、俺たちがこの子のアストラルオーダーを正しく導いてやるのさ。お前の言っていることはかつてのスメラギと同じだ。メビウスの自由は奪われ、都合よく利用されるだけじゃないか。君らなんかと一緒にしないでくれ。俺たちはメビウスと共に正しい未来を歩むだけだ。言いたいことは分かったけどさ、結局あんたの言う理想的な未来はあんたの主観でしかないよ。
導くなんて体のいい言い方してるけど、一人のエゴで未来の決まる世界なんてあっちゃいけない。あんたがメビウスでより良い世界を作ったとしても、その世界が他人と相入れることなんてない。同意は得られずか。ま、期待はしてなかったよ。全て理解してもらおうなんてね。お、here we go。 結果でもって光ある未来を証明しよう。それが王たる者のあり方だ。俺を止めたければやってみるといい。この国の守り手、君らにはその資格がある。さあ戦おうか、未来をかけて。このままメビウスが目覚めれば、世界各地で能力者が暴竜へと変わるだろう。ガンボルト、あんたとは無関係な。どうせ避けられない覚醒だ。より良い未来に導くのが最善策と思わないか。お前がスメラギを信じられないのは当然だと。だから僕たちはスメラギを投げたら変えてみせる。世界の終焉はもう間近に迫っている。聞いてるよ。あんたはかつて世界より一人の少女を選び、この国を危機に導いた。だから俺の判断も少しは理解できるんじゃないのか。行くよ。僕は今でもあの時のことを悩んでる。遅い遅い。より良い答えを出せたのかもしれない。無駄地の突破、こっちだ。答えを出すのに悠長なんてことはない。やはりやるな。私のギブスはそのためにあるんだから。ギブスは何かを見出せるようにセブンス。ショートと勝つけど、誰よりも待っただけなら得意だよ。エースだろうと王様だろうと、いくらでも何十年だって抑えつけてみせる。大口を叩くじゃないか。だが結局は一人の人間に世界は委ねられる。育成は何も変わらない。だから伸ばして封印して、こっちだ。隔離して、そうならないように変えていくんだよ。みんなで協力して努力してさ。お前はメビウスという万能の魔法に目がくらんで、目の前にある世界にとらわれている。誰も見向きもしないようなちっぽけなものだった。耐えきれない人たちの知恵や努力、まだまだ失敗が積み重なってできてるんだ。まして世界は、遅い遅い、歴史は一人で紡いでいけるものじゃない。目先の魔法より先に希望を、人の英知を信じるんだ。お別れだ。エジティマン、フテラー。君らは楽観的すぎるな。そんな甘えたことはよく口にできる。俺が納得できるだけの覚悟を示してみせろ。君らが信用に値するかどうか、ここで見定めてやる。世界を照らせ、ゴールドトリリオン。猛舞なる者たちに光を差し込む。いや、しかない君、彼を止めるんだ。遅い遅い。あんたのその狂作した世界、邪魔だよ。いや、私たちのギブスで封印する。こっちだ。甘い、行くよ GV。 I don't think I was able to get him to transport him teleport it。 Yep。 It's okay。 Here she comes。 Expected as much。負けてられないよな。さあ、育ちの時だ。遅い遅い。小鳥たちよ、焦がし滅ぼせ。どうだ。こっちだ。育ちの時だ。翼たちよ、行くよ。ギブス、侮りすぎたか。Alright, so now what happens? B, oof.
Okay, yeah. Getting ace is one thing, but getting the B like really hurts. Well, I'll be the first to admit that I'm not the best player as far as Gunvolt goes. That's for sure. But I don't think I'm doing terrible, let's say. Glass Paradise we got. Zeno. Okay. Let's see what happens now. すぎるよ。あんたたちは外側からしかこの国が見えてないからわからないかもしれないけど、スメラギだってそんな悪いとこばっかりじゃないんだよ。伊達にこの国を何百年も支えてない。問題が起きたら協力して対応できるし、きちんと話し合えばちゃんと考えて手を打ってくれる。たまに間違ったこともしてるし、失敗することも多いけど、それでも乗り越えて今までやってきてる。時間さえ作ればメビウスだってきっとなんとかできるはずだよ。まあ君たちに暴かれるまで隠蔽してたのは相当まずいけどね。うん、それは裏役もも監督不行き届き、上層部の連中は後で叱り飛ばしてやらないと。とにかくメビウスは私がなんとかするからさ。だからあんたらも一緒に話し合おうよ。喧嘩するのはそれからでも遅くないんだから。またこの力、 GV の時以上やばい。こんなの封建程度じゃん。俺たちの戦いか、兄弟のセブンスのぶつかり合いか、メビウスを目覚めさせる。トリガーとなってしまった。World Mebius。 僕たちとジエドの戦いが覚醒のトリガーに。よりにもよってアマテラス出たなんて。このままじゃ影響範囲がどんどん拡大しちゃうわ。ジエドはさっきの戦いで力を使い果たしてる。動けるのは僕とキリンだけだ。なんとかしてメビウスを、アストラルオーダーを止めなくっちゃ。Do you have anything? 僕たちとジエド。Okay, we don't have anything else. All right.Doing a save really quick. Alright, so we're gonna leave like the finale for the next video. Sorry about that, since like it's already close to an hour, I don't want to keep it for too long, and I want to have like the final, you know, the finale in its own video. So thank you very much for watching. I'll see you guys on the next part. Take care.